こんにちは、千葉です。今回はセル関数について解説します。セル関数っていうのは、今開いている Excel ブックだったり、あるいは引数で指定したセルに関するいろんな情報っていうのを文字列として取得することができる関数なんですが、使う機会が多いのは、ここに書いているこのファイルネームっていうのを指定して使うことが多いと思います。では、セルの関数を使って、このセルに数式を入れてみます。イコール、セル。で、第一引数で指定する検査の種類なんですが、ここで表示されているいろんな情報を取得することができます。アドレスの場合はセルの番地だったり、あるいはローだったら行番号だったり、いろんな情報を得られるんですが、今回はこのファイルネームっていうのを指定します。でタブを押して、決定して括弧で閉じます。一応第二引数指定することはできるんですが、省略可能なので第一引数だけ指定してこのままエンターを押しますと、こういう文字列が得られます。今開いているこの Excel ブックは C ドライブの中にある YouTube っていうフォルダの中に入っているこの00セルっていう名前の Excel ブックです。そして今この数式入力しているのはシート1っていう名前のシートです。で、その情報っていうのがこの数式によってこういう形の文字列として表示されます。色分けしてみるとこんな感じですね。青い部分がフォルダのパスで、各括弧で囲まれた赤い部分がブック名で、緑の部分がシート名。このセルファイルネームの数式によって得られるのはこういう値ですね。ただ実際にセルファイルネームでこういう値を取得したときに、これそのまま使うことってあまりないと思うんですね。実際に使うのはフォルダのパスだったり、ブック名だったり、シート名だったり、この中のどれか一部を使うっていうことが多いと思います。実際にこの赤い部分のブック名だけを取得したい場合、どういう数式になるかっていうと、まずはイコールセルでファイルネーム、この数式によって得られるのが先ほどと同じこれですね。で、この文字列の中からこの各括弧の中の文字だけを取得したいというわけで、まずはこの各括弧の頭の文字がこの文字列の何文字目にあるのかっていうのを調べます。そのために使うのがイコールFind で、検索文字列、一番最初第一引数に調べたい文字を入力して、カンマで。で、対象、この場合、ここから調べたいんですね。このセルの中から調べたいので、このセル選択して、で、括弧閉じます。これでエンターを押すと、12って出てきますね。この各括弧の頭の文字は、このセルの文字列の中の12文字目にありますっていうのは、これでわかります。で、各括弧の頭は12文字目ってわかるんですけど、実際に取得したい、このブック名の部分は、もう1文字後ろ、つまり13文字目から始まりますので、ここに、プラス1。を入力して、13っていう数値が得られます。これはこのブック名が始まる文字数ですね。では次です。この各括弧の終わりのこの文字、これが何文字目にあるのかっていうのを同じく find の関数を使って調べます。イコール find で、今度は各括弧の終わりですね。で、カンマで対象がこれで括弧閉じる。で、エンターを押すと、各括弧の終わりは25文字目にあります。じゃあ次、ここの文字数からここの文字数を引くと、この中の文字数が得られます。なので、イコールこれ引くこれ。そうすると12。このブック名の部分は12文字ありますっていうのがわかります。これらを使って、最終的には、イコールミッドの関数ですね。このセルの文字列の13文字目から始まって文字数12文字を抽出してくる、こういう数式作ります。で、エンターを押すと、これでこの各括弧の中のブック名の部分だけを取得することができます。で、今はこうやってセルを分けてそれぞれミッドの関数の中のこの値っていうのを作ったんですけども、わざわざブック名を得るためだけにこんな 1,2,3,4,5セル5個も使ってられませんので、通常使う場合にはこれをこの中に入っている全部のセルの値っていうのは一つの数式として全て埋め込んでやることになりますね。で、この紫の部分、ここですね。ここの数式はこれですね。これをここに代わりに埋め込んで、で、次の紫、ここですね。ここの数式はファインド関数ですね。この部分はこれで、次この赤い部分の数式はこっちはファインドのプラス1。この部分がこうですね。で、次、ここもこうですけど、ここは括弧で囲んでやらないとダメですね。括弧で囲んでから、
貼り付けるでないとこのマイナス1の部分がずれちゃいますから。で最後この青い部分の数式はセルファイルネームですね。全部セルファイルネームで置き換えます。すごく長くなっちゃいますけども、こんな感じで全部セルファイルネームで置き換えて、これでエンターを押すと、結果同じですけどね、まあ、ただこの数式はこの数式単体でもう成り立ってますから、あとはここら辺のセル全部消しても大丈夫です。なので結論としては、まあ、この数式があれば今開いてるこの Excel ブックのブック名が得られますっていう数式になりますね。まあ、よくネットなんかですとこの数式入れるとブック名得られますって書いてる記事なんかよく見ますが、まあ、その内容はこんな感じですね。まあ、一個一個分解してみると中身はこういうものになってます。まあ、それを一つのセルの中に全て埋め込んでるっていうような感じですね。ただこの数式ですね、このセルファイルネームっていう部分が1,2,3,4,4 回も出てきます。これ Excel のバージョンが Excel2016 とか古いバージョンだったりするとこれ使わざるを得ないんですけれども、比較的新しい Excel のバージョン、あるいは Microsoft 365のライセンスで最新版の Excel 使ってますっていう人の場合は Red っていう関数ありますので、その関数使うとこの部分は全て1個にまとめることができますので、もうちょっと数式をスッキリすることができますね。まあ、実際にこれ数式コピーして下に入力してみて、この状態だとさっき作った数式と同じなんですが、この頭にレッドっていう関数ですね、このセルファイルネームの部分を名前をつけて定義します。まあ、名前は何でもいいんですが、セルファイルネームなので CF っていう名前にしときますね。まあ、キャッシュフローと間違いそうですけども、でこれが定義する名前の1個目で、カンマで数式入れます。定義したい数式はこれですね。なのでこれをここにコピペして、でカンマで、そうするとこの部分の数式っていうのが CF っていう名前として定義されました。じゃあ次です。あ、これちなみに Alt Enter を押してセル内で開業してますけども、別に開業しなくてもいいです。ただ開業しないと数式がものすごく長くなって分かりにくくなってしまいますので、Red の関数使うときにはこうやって開業してやった方が分かりやすいですね。では次、この Mid の中身はブック名なので、ブックネームの略で BN にしておきます。で、BN の中身の数式がこれです。このミッドですね。ですがこのセルファイルネームの部分は先ほど CF っていう名前で定義しましたので、セルファイルネームは全部 CF っていう文字に変えてきます。こうやってセルファイルネーム、セルファイルネームで、これでまたカンマをして Alt Enter で開業して、最後に返ってきてほしい値はBN が書いてきてほしいんですね。で、レッドの括弧を閉じると。こんな感じで、まあ、構造としては CF っていう名前でこの数式を定義して、BN っていう名前でこの数式を定義して、最後に返ってきてほしい数式として欲しい値っていうのは、この BN で計算された値が返ってきてほしいっていうような構造ですね。で、これでエンターを押すと値は同じです。まあ、今作ったこの数式っていうのは、このセルファイルネームの部分、名前を定義して CF っていう名前に置き換えてるだけで、内容としてはこれと全く同じですね。ただこっちの場合は、セルファイルネームって4回も繰り返さなくて済むっていうメリットがあります。まあ、いずれの方法使っていただいても構わないんですが、まあ、こんな感じで、もともとのセルファイルネームですと、こういう文字列が得られるだけですが、文字列をいろいろいじくることによって、このブック名を得ることができますね。現時点の Excel ですと、ブック名得るためだけにこんな長ったらしい数式、振らざるを得ないんですけども、まあ、あるいは、レッド関数使って整理したとしても、まあ、こんぐらい長い数式になってしまうんですが、今後追加される予定の動的配列に関する関数っていうのを使えるようになるともっと数式すっきりしますね。先ほどはセル関数のファイルネームによってブック名を取得するっていうことをやってたんですけれども、フォルダーパスやシート名を取得する方法についても解説してみます。で、まずはフォルダーパスですね。まずベースとなるのはセルファイルネーム、まあ、さっきと同じですね。まあ、そうするとこういう値が得られるんですが、フォルダパスが欲しいので、この C から YouTube まで、ここまでが欲しい。まあ、円マークあるかどうかによって変わるんですけども、でフォルダパスはこの角括弧の頭、この前までがフォルダパスですので、find 関数で角括弧の頭の文字列をここから探してきます。そうすると12文字が得られますね。で、この1個前
まあ、この円マークがあるところまで欲しければ1個前でいいんですが、この円マークいらなければ2個前ですね。今回は円マークまで入れたいと思いますので、マイナス1にします。で、必要な材料はこれだけですね。あとは、イコール、レフト。で、この文字列の左側の11文字を入れる。そうすると、これだけでフォルダパスを得ることができますね。で、あとは、この数式の中にある、この B19、この部分は、数式これですので、この B9 をこっちに置き換えて、あとは B18 の数式も置き換えます。こんな感じで。で、Enter を押すと。もうそうすると、この数式は他のセル何も参照してない。これだけで完結してますので、ここのセルは削除しても大丈夫ですね。これがフォルダパスを得るための数式です。じゃあ次はシート名です。これもベースはセルファイル名ですね。で、これをベースにして、シート名はこの後ろ、各括弧の終わりの後ろの文字が欲しいということで、バインド関数で各括弧の終わりをここの文字列の中から探します。25文字目がこの各括弧の終わりですね。で、あと必要なのは、この文字列のトータルの文字数を、この、len っていう関数で取得します。そうすると、このセルにある文字列の文字数を得ることができますね。で、このシート名の文字数を調べたいので、ここからこれを引きます。そうすると、6っていう、このシート名の文字数が得られます。1、2、3、4、5、6ですね。で、あとは、ライトの関数で、この文字列の中から6文字、右から値を抽出してきます。で、そうすると、シート名が得られますね。で、あとは先ほどまでと同じ要領で、それぞれのセルにこう分割して作ってた値っていうのを、この数式の中に全部埋め込んでやります。で、まず赤い部分ですね。ここの部分は、ね、こっちに置き換えて、次にこの赤い部分、これですね。この数式はこれと。これですね。で、次、また色赤ですが、このセルの数式ですね。ここはこれと。こっちはこれですね。で、あとは、セルファイルネーム、青い部分を全部置き換えます。に変えます。こっちで、変えます。これでシート名が得られますね。で、材料として使ってたこっちのセルっていうのはもう何も参照してませんので、消しても大丈夫。この数式だけで大丈夫ですね。先ほどセル関数のファイルネームを使うことで、今開いてるこの Excel ブックのブック名やフォルダパスや、あるいはシート名を取得するための数式っていうのを作ってみました。で、そのためのベースになるのが、このセルファイルネームの、ここの部分だったんですけれども、まあ、実はここの部分、これだけだと少し足りません。では、2つの新規 Excel ブックを作成して、左の方は 01.book.1 っていう Excel ブックです。で、右の方は 02.book.2っていうエクセルブック。まあ、そんな名前の新規のエクセルブックを2つ用意しました。で、それを開いて、ウィンドウを左右に2つ並べている状態です。こっち側がブック1で、こっち側がブック2です。では、こっち側でセルファイルネームの数式で、フォルダパス、ブック名、シート名を取得すると、こうなりますね。このブックが入っているフォルダ名っていうのは同じです。で、ブック名。こっちがブック丸1と。で、シート名はシート1ですね。じゃあ、こっち側のブック丸2の Excel ブックの方にも、L で、ファイルネームで入れてみます。そうすると、こっち側は0に、ブック丸2っていうブック名ですね。まあ、それはいいんですけど、こっちの数式を入力して Enter を押した瞬間に、こっち側、この数式によって得られる値も、ブック丸2になっちゃうんですよね、ブック名の部分が。こっちの Excel ブックってブック丸1なんですよ。ですが、こっちもこっちもブック丸2になっちゃうんですね。じゃあ、こっちの Excel ブックをアクティブに、こうやって選択してる状態で、F9 のキーで再計算するとすると、こっちはブック丸1になりましたけど、今度は逆にこっちもブック丸1になっちゃうんですね。こっちの Excel ブックってブック丸2なんですけど、っていう風に、このセルファイルネームっていうこういう使い方をすると、その時点でアクティブになってる Excel ブックのフォルダーパスだったり、ブック名だったり、シート名だったりが反映されちゃうんですね。まあ、なので、こっち側で再計算じゃなくても、セルを編集状態にして、エンターで決定しても、
同じですね。こうやってその時点でアクティブになってるブック名の方が反映されちゃいます。なのでこれを防ぎたい場合はどうしたらいいかっていうと、この数式、このセルを下にコピーして、じゃあ数式ここまではいいんですけど、この後ろ参照の部分ですね、ここ括弧で囲まれているので省略可能ということで今まで省略してたんですけど、この後に H のセル、まあ別に H じゃなくてもいいんですけども、ブック名を取得したい場合には、この Excel ブックのセルであればどこでもいいです。ここで A1 を指定すると、結果は同じなんですね。まあ、ただ、この数式をコピーして、こっちにも貼り付けます。こんな感じで。そうすると、こっちとこっちって値変わってますよね。上の単にセルファイルネームにした方は、その時点でアクティブになってる。まあ、今の時点ではこっちのブック2の方がアクティブになってるので、こっちもブック2、こっちもブック2になっちゃってるんですけど、今ちょっと修正して、この第2引数に A1 のセルを入力した、こっちの数式ですと、こっちのブック2をアクティブにして再計算をしても、こっちはブック丸2ですし、こっちはちゃんとブック丸1なんですね。その時点でアクティブになってるブック名がこっちもこっちも反映されたりっていうことはなくなりますね。なのでこのセルファイルネーム、これを使ってフォルダパスやブック名やシート名を取得したい場合には、ちゃんと第二引数の参照の部分、これ省略もできますので、省略した方が数式が短くなるからって言って省略してしまうと、こういうふうに複数の Excel ブックを開いて、で、どっちかをいじくっている場合、そのいじくっている方の Excel ブックの情報が全部の Excel ブックのこのセルファイルネームに反映されちゃいますから、それを防ぐためにちゃんと第二引数の参照のところで、この A1 のセル、まあ、これ A の100でも、Z の99でも、どのセルでもいいんですけど、まあ一番わかりやすい A1 ですね、のセルを指定する。まあ、これが基本になりますね。でただですね、この第2引数で A1 のセルをそのまんまこのセルを参照するっていうのもちょっとまずい時があるんですね。っていうのも、例えばこの1行目、ここを削除してみます。この1行目を右クリックしてこの削除してみますね。そうすると、こういう風にエラーになってしまうんですよ。この数式の中身どうなってるかっていうと、A1 っていう指定したここの部分が参照してるセルありませんっていうエラーが表示されちゃうんですね。1行目消しちゃいましたから、もともと参照していたA1 のセルはなくなってもう存在しませんのでエラーになっちゃいます。もちろん1個詰めることでここが A1 にはなるんですけれども、ただ一瞬でも1行目のセル全部なくなっちゃいますから、まあ、それでもエラーになってしまうんですね。ですので、まあ一番簡単ということで、先ほど A1 のセルをこうやって選択してたんですけど、なんだったら自分自身のセルを選択しちゃった方がいいかもしれないですね。 A の1じゃなくて A の2、これでエンターを押すと、まあ、自分を消したらこの数式自体もなくなりますから、さっきみたいにセルを削除することによってエラーになるっていうことはなくなりますね。というわけで、セル関数のファイルネームを使ってブック名やフォルダパスやシート名を取得する場合には、最初に紹介したようなこのセルファイルネームだけじゃなくて、この数式を設定しているセル番地を第2引数に入れてやった方がいいですね。今回の場合は B の27です。B の27で、ここだけじゃなくて他のセルファイルネームの部分にも全部第2引数の B27 の同じもの入れてやります。この後ろにも入れて、こと、あとはここですね、全部の箇所に同じ B の27っていう第2引数を入れてやりました。ここでエンターを押すと、まあ、結果は同じなんですけども、こっちであれば他の Excel ブックを開いていて切り替えながら作業しているような場合でも、アクティブな Excel ブックが変わるたびにこのセルファイルネームの数式によって得られる値がコロコロ変わってしまうなんていうことは起きなくなりますね。フォルダパスとシート名の方も同様に、数式を設定しているセル番地を入れてやるだけですね。フォルダパス、ここの場合は B の30ですので後ろに B の30を入れてやりますし、シート名の場合は B の33ですので第2引数に B の33を全部入れてやります。これこういう風に作ってる場合は 1,2,3,4 箇所に B の27とか入れてやらないといけないですけれども、もしこのレッドの関数を使ってる場合であれば、この CF で定義した数式1箇所だけに B の27、ここに入れるだけでいいですね。この DN で定義したミッドの方の関数の中で使っている CF はここの値を参照しますので、レッドでこのセル関数の部分を定義しておけば変更するのは1箇所だけで済みますね。こんな感じで結果は同じですが。
動画の最初の方でブック名とフォルダパスとシート名を取得する数式を解説した後のあたりに、今後追加される予定の新しい関数を使えるようになると、これらの値をもっと簡単に取得することができるようになりますって言ったんですが、おまけとしてそちらも紹介してみます。で、今私が使っているのはオフィスインサイダーのベータ版ですので、製品版には実装されてない、テスト的な関数が使える状態になってます。で、今後使えるようになる関数の中で、テキストスプリットっていう関数があります。このテキストスプリットだけじゃなくて、今後使えるようになる予定の関数に関しては別動画で紹介してますので、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。で、このテキストスプリットの関数で、セルファイルネームのあの文字列を配列に分割します。このテキストスプリットによって、セル、ファイルネーム、ね。この文字列を分割するんですね。こういう文字列です。この文字列を、カッコカッコの頭とカッコカッコの終わり。この文字を区切り文字として分割した配列っていうのを作ります。で、この文字を何で分割するのか。カッコカッコの頭と終わりで分割したいので、もし区切り記号は1個の場合は、ここにこうやって文字列を1個入れるだけでいいんですが、カッコカッコの頭と終わり2つで分割したいので、その場合には、中カッコでこうやって2つの区切り記号を囲みます。これでこの文字か、この文字で文字列を分割しますっていう状態になります。これでカッコ閉じてエンターを押すと、こんな感じで、切るによって、ビョンと伸びてますけども、1個目、2個目、3個目、配列のそれぞれの3つの要素が横に列で分割されてますね。で、あとはこの3つの配列の要素のうち2列目の値を取ってくれば、これがつまりブック名ですね。なので、この数式の2列目の要素を取ってくるので、 choose calls っていう関数を使います。これも今後追加される予定の関数ですね。で、このテキストスプリットによって得られる配列の中から2列目の要素を取ってきたいので、2って言いますね。で、エンターを押すと、これだけでブック名が得られます。さっきの数式はこれなんですけど、ものすごい長いんですね。それに対して、こっちを使うと、数式これだけで済みます。全然短いですね。これファイルネームの後ろに E の28が抜けちゃってましたけど、ここですね。ここの部分はさっき解説した内容と同じですね。ちゃんと参照のセルを入れてあげないと、アクティブな Excel ブックのブック名やらフォルダパスになっちゃいますので。じゃあ、ブック名を取得するためのこの数式、セルコピーして、こっちにも貼り付けます。で、ここ、配列の中から2列目の要素を取ってくるっていう意味で、ここ、choose calls の第2引数2にしたんですけど、ここを1にすれば、配列の1個目の要素を取ってくるので、フォルダパスになりますし、またセルを数式ごとコピーして配列の3つ目の要素を取ってくれば、それでもうシート名になりますね。といった感じで、フォルダパスにしてもシート名にしても、このブック名を求めた時のこの数式とほとんど同じ数式でできちゃうんですね。しかも数式の作りも簡単ですし、こんな長ったらしい数式じゃなくて、これぐらいで済みますから。単純にちょっと数式の文字数カウントしてみますね。この数式全部で何文字にあるのかっていうのをカウントするので、まずはフォーミュラーテキストで、この数式の文字列を得ます。こんな感じで。で、この文字列の文字数を調べたいので、ben ですね。で、囲んでやると。これでエンターを押すと、この数式の文字数が得られます。125文字ですね。で、これをダウンで全部の数式でコピペすると、もうすべてのケースで数式の文字数減ってますね。ブック名なんかは125文字もともとありましたので半分以下になってますし、フォルダパスはそんな変わってないんですけど、やっぱ減ってますし、シート名もうかなり減ってますね。半分とまではいかないですけど。このテキストスプリットや choose calls の関数に関しては、おそらく Microsoft 365版の Excel から順で実装されていくとは思うんですけれども、このあたり使えるようになってくると、今までものすごい長い数式になっていたものがかなりシンプルな数式で済むようになりますので、この辺使えるようになったらぜひ試してみるといいんじゃないかなと思います。これで今回の動画で解説する内容は終了になります。こちらの動画が役に立った、ためになったという方はぜひチャンネル登録横のベルマーク、高評価、コメントお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。